こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。最近、近所の人が犬を飼い出したんだけど、その子がまた可愛いんだよねー。あれって何犬かな？ミックス犬かもしれないな。このところ、ペット業界を中心に血統種、血統種同士を掛け合わせたミックス種、そして血統がわからない雑種を区別するようになってきたよな。雑種ってあんまり聞かなくなったね。雑種とは、広い意味では、品種など系統の異なる種類の交配によってできた個体のことだ。ペットを飼う際、雑種の方が健康で丈夫で、病気にかかりにくいとか聞いたことないか？あるある、長生きするとかね。確かに、雑種は血統犬に比べてたくましそうなイメージがあるけど、果たして本当にそうなのか。今回の動画では、犬を例に挙げながら、雑種の特徴や血統犬、ミックス犬との違いに触れ、解説していくぜ。それはぜひ知りたい。それではゆっくりしていってねー。純血種、雑種、ミックス種の違い。他の種よりも強いと言われる雑種だけど、そもそも雑種にはどんな特徴があるの？それに、雑種の他にも、血統種、ミックス種とはどのような違いがあるのかな？雑種と対比されるのが、純血種だ。ペットの血統書付き、血統種は、いわゆる純血種のことを指すぜ。犬で言えば、純血種とは、長い年月をかけて同じ犬種同士を交配させることで、特定の遺伝的特徴を固定させた犬種だ。血統書と呼ばれる書類には、両親、祖父母、曽祖父母までの犬の名前や犬種が記載されていて、その犬が純血種であることを証明する。おお、なんだか由緒正しい感じ。血統書は血統種を証明するための重要な書類で、人間で言えば戸籍のようなものだ。そのため、血統書がない場合は純血種と認められない場合もあるぜ。確かに見ただけでは判断できない場合もあるよね。純血種は、外見や性格が比較的予測しやすいというメリットがある。そのため、どのような犬を迎えたいかイメージしやすいという利点があるんだ。なるほど。毛色や毛の長さ、体格などの外見は、犬種ごとに標準的なものが定められているしな。性格も、犬種ごとに活発、穏やか、警戒心が強いなど、ある程度傾向があるぜ。もちろん、個体差はあるけど、純血種であれば、ある程度どのような犬を迎えるのかイメージしやすいというメリットがある。そうだね。また、特定の能力や体質を持っている犬種もいるため、その能力や体質を活かした活動に適しているという場合もある。例えば、ラブラドールレトリバーは温和で、ボーダーコリーは活発など、それぞれの犬種に特徴的な性格があるんだ。この特徴を活かし、ボーダーコリーは牧羊犬として活躍し、ラブラドールレトリバーは盲導犬や介助犬として優れている。盲導犬は街で時々見かけるけど、本当におとなしくて、賢いよね。またペットとして迎える場合、取引価格が高価な傾向にある。純血種の動物は特定の品種規格に基づいて厳選されていて、その希少性や品質により一般的に雑種よりも高価になる傾向があるぜ。特に有名な品種や希少な品種は、高いよねー。ミックス犬は、純血種ではない犬のことだ。昔は、純血種でない犬を一般的に雑種と呼んでいたよね。厳密に言えば、ミックス種と雑種との大きな違いはない。ただし、最近では、犬種が混ざっていたり、外で飼われている犬や野良犬が無作為に交配して生まれた犬に対しては、雑種という言葉が使われることがある。一方で、純血種同士の交配から生まれた子犬や、意図的に交配された犬に対しては、ミックス犬という表現が増えてきたな。チワワとマルチーズを掛け合わせたチワマルや、ポメラニアンとチワワを掛け合わせたポメチワ、チワワとミニチュアダックスフンドを掛け合わせたチワックスとかね。愛らしい見た目の犬種を掛け合わせたミックス犬は日本でも人気があるよな。ミックス犬は、当然ながら両親の特徴を受け継ぐけど、具体的な見た目や性格は成長してみなければわからないんだ。例えば、ポメラニアンとプードルのミックス犬であるポメプーは、一般的にポメラニアンに似ていると言われているけど、中にはトイプードルの特徴を強く受け継ぐ子もいるぜ。どっちにしても可愛いだろうな。純血種やミックス種が血統がはっきりしている種であるのに対し、どの種とどの種が掛け合わせたのかわからない種が一般的に雑種と呼ばれる。犬の雑種は、雑種犬と呼ばれているけど、これは異なる品種の犬同士が自然に交配して生まれた子犬のことを指す。昔の日本では、屋外に放されている犬や野良犬が多かったため、人間の気づかないうちに交配して繁殖していたことから、街中には雑種犬がたくさんいたんだ。外で飼うことが主流だったもんね。現在、日本で見かける雑種犬のイメージは、様々な種類の犬の血が混ざり合った個体で、外見や性格などの個性が大きく違ってくる。
特に日本でよく見かける雑種犬は、柴犬や秋田犬に似た特徴を持ち、耳がまっすぐに立っているタイプが多いぜ。確かに雑種といえばそういうイメージあるよ。このような日本犬のような見た目をしている雑種犬は、日本犬雑種、和系犬などと呼ばれることもある。また、柴犬の雑種や飼い犬の雑種とも呼ばれることもあるぜ。純血種は弱いのか？純血種は、雑種に比べると長生きしないイメージを持つ人も少なくないようだ。純血種の寿命は、犬種や個体によって異なるため一概に純血種が短命ということはできない。でも、一般的に言えることは、純血種の中には特定の遺伝的な疾患を持ちやすい品種もあるんだ。例えば、ミニチュアダックスフンドは胴体が長いためヘルニアなどの病気が多い。ダルメシアンは、尿酸というミネラル成分を過剰に排泄する体質を持っているため、尿路結石になりやすい。鼻孔や気管が狭いパグは呼吸が困難になりやすい、と言われている。そっか。このように犬種の特徴が原因となる疾患は、寿命を短くする可能性がある。また、純血種の場合、遺伝的な病気のリスクが雑種に比べて高まるんだ。そうなの？純血種は特定の品種に対する遺伝的な特性や形質が強調されていて、その過程で遺伝的な疾患や健康問題が顕在化する可能性がある。近親交配によって遺伝子の多様性が狭まり、特定の遺伝的な疾患を持つ個体が増加するリスクもある。なるほどね。ミックス種はどう？ミックス種の場合は、そもそも掛け合わせの種類が多く、データ蓄積があまり多く蓄積されていないんだ。そのため、病気にならないための注意点などまだ分かっていないことが多く、対応が難しいこともあるぜ。ミックス犬は、純血種の掛け合わせだから、親である犬種がなりやすい疾患を引き継ぐ可能性はあるよね。純血種に比べて、ミックス犬は遺伝的な疾患を引き起こしにくい傾向があるけど、完全にリスクがなくなるわけではないからな。親犬の種類にもよるけど、一般的には小型犬の平均寿命と同等、もしくは少し長いレベルであると考えられている。一般的には、ミックス犬の寿命はどのくらいなの？約13歳程度と言われているけど、柴犬をミックスすると長生きをするというデータもあり、その場合には約15歳とも言われている。でも、ミックス犬が病気に強くて寿命が長いと言われることはあるけど、これは必ずしも全てのケースに当てはまるわけではないからな。ほうほう、純血種から遺伝的な疾患を引き継いでしまう場合もあるため、可能性があるという程度の話だ。純血種に比べて、ミックス種の方が病気のリスクが低い傾向にあるってことは、雑種の場合も同じような理論が当てはまるね。雑種が強いと言われる理由。一般的に、純血種よりも雑種の方が強いという考えがあるけど、実際、生物学の中で、雑種共生という言葉がある。雑種共生？異なる品種の犬同士を交配させた雑種第一代が、両親よりも優れた能力を示す現象だ。英語ではヘテロシスと呼ばれている。なんで雑種共生が起こるの？雑種共生が起こる理由はまだ完全には解明されていないけど、主に、遺伝的な多様性や優性遺伝子の相乗効果が考えられる。雑種は、両親から異なる遺伝子を受け継ぐため、遺伝的多様性が高くなる。遺伝的多様性が高いと、劣性遺伝子の影響が抑えられ、優性遺伝子の効果が最大限に発揮されるため、両親よりも優れた能力を持つ個体が生まれる可能性が高くなるんだ。ふむふむ。また、両親から異なる優性遺伝子を受け継ぐ場合、それぞれの遺伝子が相乗効果を発揮し、両親よりも優れた能力を持つ個体が生まれることがあるんだ。雑種共生は、様々な生物で観察されているけど、例えば犬の雑種の場合は、両親よりも体格が大きくなる、両親よりも繁殖能力が高くなる、両親よりも病気に対する抵抗力が高くなることがある。おお、両親よりも優れた能力を持つ個体が生まれる可能性がある、興味深い現象だね。雑種共生はペットに限られたことではないぜ。家畜や作物など、様々な生物において、雑種が強くなる現象は起こりうる。これは、発育や繁殖力、出入性、産卵性など、様々な特性で顕著に現れるんだ。例えば、家畜では雑種は健康で丈夫であったり、より多くの子供を産むことができることがあるぜ。作物の場合、トウモロコシなどでは雑種は草丈や葉の大きさ、粒の大きさや数、さらには病気や害虫への耐性など、多くの特性で観察される。ほほう。雑種共生は、良好な環境だけでなく、不良な環境下でも顕著に現れる傾向があるようだ。でも、雑種共生は万能ではなく、個体差や世代によって効果は異なる。また、環境要因なども影響するため、必ずしも全ての雑種が強いというわけではないぜ。
雑種犬は賢いっていうのも聞いたことあるけど、それはどう？その根拠は明確ではないな。ただ、雑種犬を飼っている人の多くが雑種犬は賢いと感じているようだ。一説によると、以前に捨てられたり保健所にいたりした経験がある雑種犬は、再び捨てられないように飼い主の要求に応えようとするため、物事を理解する能力が高まると言われている。なんか悲しい。でも飼い主の愛情に応えようとする姿は愛おしいとも言えるよな。また、過酷な環境で育った雑種犬は、生き抜くために自分で考えて行動する必要があるんだ。そのため、保護された雑種犬は生存のために必要な思考能力を身につけている可能性がある。そっか。雑種犬がなぜ賢いとされるのかについては、育った環境が大きな影響を与えていると考えられる。例えば、愛犬が以前どのような環境で過ごしていたかによって、その賢さも違ってくるんだ。ペットショップ出身の犬と、保護団体や保健所から保護された犬では、育った環境が大きく異なるだろう。それはそうだよね。雑種犬は粗悪な環境下で育ったり、保護されたりしたケースが多いのが事実だ。このため、他の犬よりも環境の変化に対して敏感になり、保身のための賢さを身につけていったと考えられる。保身のための賢さは裏を返せば用心深いとも言い換えられるぜ。そうやって懸命に生きてきたから賢いのか。雑種の子犬は、一般的には意図して生まれるのではなく、動物保護施設などで里親を探すことが多いだろう。これらの子犬は、母犬から早い段階で離されることがよくある。このため、様々な行動上の問題を抱えるリスクが高まる可能性もあるんだ。実際、猿やげっ歯類などの研究から、早期の母子分離が神経質で攻撃的で、社会性が低い動物を生み出す可能性があることが示されてる。ふむふむ、犬においても、同様の傾向が見られることがあるぜ。また、保護施設に引き取られる子犬の中には、野犬の子供であるケースもある。野犬が悪いわけではないけど、保護されるまで人との関わりを持っていなかった子犬は、臆病で慎重な気質を持ち、人に慣れるのに時間がかかるぜ。ゆっくり時間をかけて慣らしてあげたいね。日本では、雑種の中には日本犬の血を引くものが多く見られる。そのため、日本犬特有の用心深い気質を持っていることもあるようだ。日本人も日本犬もなんか似てるな。さて、さっき言った雑種共生という言葉の通り、特定の犬種同士の交配で生まれる純血種よりも、雑種犬は丈夫で病気にかかりにくいと考えられている。なぜなら、純血種やミックス種には、人間の都合に合わせて無理な構造を持つ場合が多く、それが遺伝的な疾患につながることがあるからだ。雑種犬は異なる犬種の遺伝子を持つから、より多様な遺伝子を受け継ぐことができるもんね。その結果、特定の病気にかかりにくい確率が高まり、長生きする可能性も高まるんだ。例えば、ラブラドールレトリバーは股関節形成不全を発症しやすい犬種だけど、雑種犬の場合、この疾患を発症するリスクは低くなる。また、柴犬は眼科疾患を発症しやすい犬種だけど、雑種犬の場合、この疾患を発症するリスクは低くなるらしいぜ。へぇ。また、地域の気候や環境に適応しやすい特性も持ち合わせている。雑種犬は、生まれた地域の気候に合わせた体や毛質を持つことが多く、これが適応力の一因とされている。例えば、北海道で生まれた雑種犬は、寒さに強い体毛を持ち、沖縄で生まれた雑種犬は、暑さに強い体質を持つことが多いようだ。純血種は、普通はその原産国の気候に適した体を持っているはずだよね。だから、新しい環境に馴染むのが難しいことがあるんだ。その結果、体調を崩しやすくなる場合がある。寒さに弱いとされる犬種には、皮毛が上毛だけのシングルコートを持つマルチーズやシーズ、ヨークシャテリア、チワワ、プードルなど。また、鼻が短い犬種や寒冷地に起源を持つ犬種。例えばパグ、ボストンテリア、ブルドッグ、シーズー、ペキニーズなどは暑さに弱い傾向があるぜ。血統種と比較しても、雑種犬は、たくましい遺伝子を持つために病気に強く、長生きしやすいわけね。でも、雑種であれば全ての病気に関わらず、どんな環境でも生きていけるというわけではないぜ。適切な健康管理や生活環境を整えることが必要不可欠だ。猫の雑種。ここまで犬の話をメインに聞いてきたけど、猫の場合はどうなの？古くから、日本猫という病種が日本にいた。この猫は、平安時代の絵にも登場するほど古くから日本に住んでいた猫とされている。日本猫は、日本特有の病種を指す。日本では最も一般的に飼われており、私たちが日常でよく目にする、やや丸い顔で頬が膨らみ、鼻筋が通った顔立ち、中くらいの体格、太い四肢、毛が短い猫たちのことだ。ほうほう。
でも、現在、純血の日本猫を見ることは稀なんだ。その理由は、第二次世界大戦後に、シャムやアメリカンショートヘアなどの洋猫が大量に日本にもたらされたためだ。日本では、猫がネズミを取るために放し飼いにされ、近年まで猫が自由に外に出ることが一般的だった。このように、日本に持ち込まれた洋猫も同じように飼われ、日本猫と洋猫が交配された結果、純血の日本猫はほとんど見られなくなったんだ。じゃあ、現在私たちが見かける日本猫と呼ばれる猫たちは？厳密に言えば、日本猫の血を受け継いだ雑種なんだ。日本以外でも、現在病種として認識されているサイベリアンは、その長い毛で知られ、水の中での狩りにも適した特性を持っている。そんな猫がいるんだ。サイベリアンは、かつてシベリアで野良猫として生活していたものが、その後病種として認識されるようになった例なんだ。環境に適した身体的特徴を持つ猫たちは、もともとは多様な特徴を持っていたかもしれないけど、遺伝子の中で環境に適応した特性が優勢として残り、進化していったと考えられる。様々な遺伝子を持つ雑種の猫たちは、環境に適応して進化してきたと言っても過言ではないね。犬の場合、いわゆる人間の見ていないところで繁殖する雑種は近年減ってきている。これは飼育方法の変化が大きく、屋内で飼うことが増えたからと言えるだろう。そうだね。一方、猫の場合は、現在もいわゆる野良猫と呼ばれる猫は多く、繁殖力が強いため雑種も多く存在している。猫の場合も犬と同様に、雑種は、純血種の猫よりも免疫力が高く、健康で長生きしやすいと言われている。猫もそうなんだね。純血種の猫は、特定の血統に先天的な疾患や特有の健康問題が存在することがある。例えば猫の純血種として有名なアメリカンショートヘアは、純血種の猫の中でも遺伝的に体格が大きい病種だ。そのために動作が緩慢になりやすく、肥満になりやすい傾向がある。また、耳が折れていることが特徴のスコティッシュは、股関節やかかとに痛みや硬直を伴う関節形成不全という病気になりやすいとされているぜ。こういう病気は、純血種ならではの遺伝的な特徴だよね。一方、雑種の場合は、犬と同じように病気の遺伝の確率がおのずと下がる。生まれた時に感染症などがなければ、比較的病気にかかりにくく、長生きしやすいんだ。じゃあ、やっぱり猫も雑種というと、野良のイメージが強いし、ペットショップなどで取引される純血種に比べると安く買えるんだろうね。でも、実は、三毛猫は、雑種の中でも特に価値が高いぜ。三毛猫は、見かけからは立派な病種に見えるかもしれないけど、実際には病種として公式に認定されているわけではないんだ。三毛猫って毛色が白、茶、黒の三色が混ざっているやつだよね。両親が三毛猫であっても必ずしも子猫が三毛猫になるとは限らないんだ。三毛猫は、様々な先祖の遺伝子が組み合わさって生まれるため、一代限りの存在だ。そして、野良猫の中には、たまに三毛猫を見かけることもあるけど、そのほとんどがなんと女の子なんだ。え？そうなの？実は、三毛猫の男の子が生まれる確率は驚くべき3万分の1しかないんだぜ。3万匹に1匹？なんで？その理由は、男の子の三毛猫が生まれるのは染色体異常が起こった時だけだからだ。一部のペットショップでは、三毛猫の価格が100万円にも達したり、数千万円で売られることもあると報道されたことがあるぜ。価格で猫の価値を決めるべきではないけど、三毛猫は純血種をもしのぐ価値を持つことがあるんだ。すごー。雑種が抱える問題とは？ここまでの解説で雑種は病気に強くて丈夫だし、ペットとして大きなメリットがあると感じた人もいるかもしれないな。でも、雑種の存在がマイナスになってしまうこともあるぜ。どんなこと？遺伝子汚染とは、地理的に隔離された近縁種同士が人為的な移動によって出会い、交雑し、次世代が生まれることで、在来種の純粋な遺伝的特性が失われてしまう現象だ。ふむふむ。具体的には、房総半島では、アジア大陸産の赤毛猿が生息し、地元の日本猿と混ざっていることが確認されている。見た目では、混血の個体は日本猿と区別がつかず、知らず知らずのうちに日本猿の遺伝子が赤毛猿の遺伝子に置き換わっていく現象が起こった。同様に、和歌山県では台湾産の台湾猿が増え、日本猿との混血種が増加している。この場合、混血種は尻尾の長さに明確な差があり、その長さが両種の中間に位置する。ほほう、赤毛猿や台湾猿は、農作物などに被害をもたらすだけでなく、在来種への危機をもたらす交雑の問題も抱えている。あらら、
そのため、各地域で外来猿と混血種の個体を捕獲し、駆除する取り組みが進められてきた。動物だけでなく、水中でも同じような現象が起きているんだ。オオサンショウウオも遺伝子汚染が危惧されている生物の一つだ。オオサンショウウオって、国の特別天然記念物に指定されている貴重な生物だよね。各地で中国オオサンショウウオとの交雑個体が侵入。在来種のオオサンショウウオとの交雑が進み問題となっているんだ。この他にも、メダカやクワガタムシ、ホタル、植物でもタンポポなどで外来種との雑種が誕生し、雑種が生態系に変化をもたらしているんだ。外来種が入ってきて、知らず知らずのうちに交雑が進んでいるんだね。交雑種は在来種よりも強く、繁殖力も高いため在来種の存続が脅かされる事態になりかねないぜ。また、ハイブリッド動物なんてのもいる。ハイブリッド？なんかかっこいいけど、異なる種類品種を人工的に掛け合わせて誕生させた動物で、広い意味では雑種に含まれる。でも、一般的にハイブリッド動物については、全く別の種を掛け合わせて誕生した動物を示すことが多い。例えば、オスのライオンとメスのトラを掛け合わせたライガーという動物がいる。あ、聞いたことあるよ。前にこのチャンネルでもやったかも。断片的にでも記憶に残っててよかったぜ。ライガーは、顔はライオンに似ていて、体はトラに似てうっすらと縞模様が見られる。オスには少しだけどライオンのような縦髪もあるんだ。体重 400kg を超える個体も記録される巨体だ。見てみたいなぁ。ライガーが初めて誕生したのは、19世紀のインドで、サーカスなどの見せ物のために開発された。でも、ライガーは大型になればなるほど、心臓や腎臓、視力関係など先天的に病気を持って生まれることが多く、生まれた後も骨の発育不全や癌などになりやすい傾向にあるので、長生きすることはできないんだ。また、オスには繁殖能力が全くない。そうなんだ。なんだかかわいそう。メスは稀に、ライオンやトラと交尾し妊娠することがあるけど、生まれてきた個体には生殖能力がないため、子孫を残すことは不可能なんだ。現在は倫理的な問題から新たなライガーの誕生はほとんどなく、交配が法律で禁止されている国もある。そんなことならやめておいてほしいね。その他にも様々なハイブリッド動物と呼ばれる雑種が存在するけど、ほとんどが人間が道具として使うために遺伝子を掛け合わせたものだ。人間ってやつは、雑種は強いという通説だけど、ライガーのように子孫を残すこともできない、弱い雑種も誕生してしまうことがあるのも事実だ。雑種が純血種よりも強いというのは、遺伝学的に証明された事実だ。ただし、すべての雑種が同じように強いというわけではなく、個体ごとに差があることを理解しておく必要があるな。特にペットの場合は、飼育環境や飼い主のケアによって、健康状態や寿命が大きく変わってくるね。また、野生では雑種の強さが固有種にとって脅威になることもある。人間が作り出したハイブリッド動物であっても、雑種であるからといって必ずしも強いわけではなかったな。雑種や遺伝に関する正しい知識を身につけて、動物たちが自然な形で健康に暮らせる環境を整えていくことが大切だね。というわけで今回の動画は以上だぜ。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ボタンをポチッとしてくれたら嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。